降格圏ルートン監督が橋岡のプレーにぜへこむ。BBC によれば、ロブ・エドワーズ監督が先日の練習では別チーム紅白戦のサブ組に入ってボレーシュートも決めた。TF のクリアをボレーで決めた。素晴らしかったね。彼にとってはいいことだったが、その時の私は笑っていいのか泣いていいのかわからなかったよ。なぜなら、我々が取り組んでいたチームに彼は素晴らしいボレーを決めたからね。仲間たちは彼と一緒にセレブレーションし始めていた。確かに新加入選手が活躍するの嬉しいけど、作り上げてきたチーム相手にすぐ活躍されたらなんか悔しい気持ちもあるか。橋岡って何があったん？まだルートンで1試合も出てないよね。七戦でレビューは誰でも荷が重くないか、そこでラメで酷評されてもなって感じよね。橋岡は結構良いクラブに入れたんじゃないかな。ここでレギュラー取れたらすごい。ルートン監督は、橋岡にはとても満足しているよ。かなりスピードアップしている。仲間たちも彼を気に入っているよ。彼は本当にいい子だ、すぐに溶け込んだ。いいクオリティを持っているよ。両家である橋岡はすでにチームに馴染んでいるそうだ。すぐに馴染んだし、好かれてるとログ様からお褒めいただいております。さすが浦和レッズさんだな。コミュニケーションによる適応が早い。ルートン橋岡に不要因で取った説あるか。落ちてからだと来てくれないから、今のうちに取って降格した後、今の選手放出して橋岡使う的な。ルートン橋岡1試合も出ずに降格しそうなのちょっとおもろい。